クレイスコアは合成がすごいんです。グレイスコアは折りたたみフレームなのに固定フレームに近い剛性を持っています。ところで剛性って一体何でしょうか。それは曲げやねじりの力に対する変形のしづらさの度合いのことを言います。つまりフレームの内側方向への曲がりや上下方向前後方向へのねじれに対して元々の形を維持できる力が高いかどうかを意味します。そしてその剛性を高めるためにグレイスコアが採用した構造その1がフレームの縮み止めです。これにより従来の車椅子では当たり前であった内側へのしなりをグレイスコアではこのように最小限に抑えることができます。ちなみにこの縮み止めは折りたたみができるだけでなく押し手の先端についている従来のものと違い押し手の曲げの部分あたりについていますので介助者がご利用者に近づきやすく後方からの介助もやりやすくなります。また後方への曲げを作ることにより背張り調整によってご利用者の背中を後ろに逃がすスペースも確保できます。グレイスコアの剛性を高めるために採用した構造その2が X フレームの受け部分です。従来の受け部分と比べるとグレイスコアのものは長くそして深い。さらに後ろ側に壁を作りました。従来よりも前後方向に長い受け部分がフレーム内側へのしなりを抑えるとともに後方の壁が座フレームの先端に当たることでフレーム前後方向へのねじれを最小限に抑えることができます。従来の車椅子では押し手を前後方向に動かすとこのようにねじれが発生しますがグレイスコアでは前後方向へのねじれが抑えられていることがわかります。グレイスコアが剛性を高めるために採用した構造その3が X フレームの取り付け部です。従来の軽量タイプの車椅子と比較するとグレイスコアは X フレームの前後をパイプでつなぎました。ちなみにこれは当社の積損ユーザー向けのアクティブタイプの車椅子に使われているものと同じ構造です。これによりフレームの上下前後方向へのねじれを最小限に抑えることを可能にしました。比較するとこれぐらいの違いがあることがわかります。またグレイスコアは材料自体の強度を高める工夫もしています。その一つがベースフレームパイプの太さです。グレイスコアでは高齢者向けの車椅子としては初めて25ミリの太さのパイプを使用しています。そしてこのパイプの太さもアクティブタイプの車椅子と同じです。またキャスターフォークも最適化設計という手法を用いて徹底した強度計算により軽量かつ高い強度剛性を確保できる工夫をしています。ところでなぜグレイスコアは剛性にこだわったのか。その理由の一つはご利用者に安定した座面を提供したいという思いから。極端な例ではありますが不安定な座面では当然座位姿勢も安定しません。座ることが得意でない方であればなおさらです。安定した座面をご提供することでご利用者の体への負担が少しでも少ない座位姿勢とその維持をするお手伝いがしたい、そんな思いからグレイスコアは剛性にこだわりました。もう一つの理由は安定した駆動性を提供したいという思いから。ねじれやたわみが大きい車椅子では力がそちらに逃げてしまい漕いだ力が効率よく推進力として伝わりません。漕ぐことが苦手なご利用者でも少しでも自分の力で移動できる
という環境づくりのお手伝いがしたい。そんな思いからグレイスコアは合成にこだわりました。まとめです。グレイスコアは従来品のデメリットを払拭したフレーム縮み止めと X フレームの受け部などこれまでの車椅子になかった工夫により折りたたみフレームなのに固定フレームのような剛性を持った、そんな車椅子なんです。松永のグレイスコア、ぜひともお試しください。